じゃん。コスプレもね。おお、さすが学校一のモテ男。ホームラン。すごー。ついてる。ちょ、笑わないで。おお、すごい着信入ってる。13件。不吉。そうだよ、携帯。こんな長時間見ないの初めて。すごいよ。ちょ、話して。ダメだって。なんでよ。いや、だって見るといろいろ思い出しちゃうじゃん。あ、泉、あんた。いいやつ。あ、そこ。どこの学生、こんな時間まで何やってるの。う、嘘。待ちなさい。なんか今日逃げてばっかじゃない。いいから、瑞希ちゃん、走って。どこでもいいから、どっか隠れられるとこ。エッチしに入ったんじゃないんだから、何か話さないと。なんかすごい疲れたよね。ちょっと休憩。あ、そうだ、何か食べよっか。ここのメニュー意外と美味しいらしくてさ。あ、泉もこっちで一緒に見ようよ。ほら、部屋代だけで食べられるから。何にする？ねえ、泉？そういうとこあんま座りたくない。汚い。やっぱ出よう。ごめん、ただの焼き餅。ずっと俺だけみんなに取り残されてるみたいで寂しかった。この先ずっと一人なのかなって。じいちゃんになるまで誰とも愛し合えなくて一人で死んじゃうのかなって。今日は寒いな。家で映画でも見ようか。でも昨日泣かない瑞希ちゃん見てすごいと思った。こんな強い子もいるんだって。俺も強くなりたい。瑞希ちゃんと前に進みたい。クラクラする。目は閉じるんだよね。ダメなのに。いや、拒まなきゃ。優しく触れ合うだけのぎこちないキスなのに、どうしてこんなに心地いい。瑞希、瑞希。瑞希ちゃん。勝手に美化しないで、惨めになる。瑞希。あんな事故みたいなキスで懐くなんて経験値低すぎ。そういうのってただの擦り込みっていうの。